1,2,3,4,5,6,7,8,9。そして0。これらのたった10個の記号でどんな有理数でも表現できる。でもなぜこれらの記号なのか。この10個なのはなぜそれになぜこれらの数字を私たちの方法で並べ替えるのか。有志以来数字は日常的な現実として存在してきた。 初期の人類は群れの中の動物や部族の仲間を体の部位を使ったり印を刻んだりして数えていたと思われる。しかし生活が複雑になるにつれ数えるものも増えていきこれらの方法ではもはや十分でなくなった。人類の進化に伴いさまざまな文明でより大きい数を記録する方法が考案された。 これらの奇数法にはギリシャ数字ヘブライ数字エジプト数字などがありこれらは画数法の延長に過ぎず表現する数が大きくなると新しい記号が追加された各記号を必要な回数だけ繰り返しこれらを全て足していったのだローマ数字にはさらなる工夫が加わる大きい数よりも1少ない数を表す場合1追加するのではなく1引くことで表したのだしかしこの新しい工夫をもってしても 大大きい数を表現するのは大変だったより使いやすくエレガントな方法はクライドリ奇数法と呼ばれるものにあったそれまでの奇数法では多くの記号を繰り返し書く必要がありさらに大きな数を表すために新しい記号が必要になった。クライドリ奇数法では同じ記号を繰り返し使用でき数字の位置に基づいて異なる値が割り当てられるのだ。 クライドリ奇数法を独自に発展させた文明はいくつかありバビロニアア文文文明、明、明古代中国文明アステカ文明などがある。8世紀までにインドの数学者がクライドリ奇数法を完成させその後数百年の間にアラブの商人学者征服者などがヨーロッパに広めたこれは10を定とした実信法と呼ばれ10個の記号だけであらゆる数字を表せるものだった 記号の位置によって異なる10の累乗を表し右から始まって左に行くほど大きくなる。例えば316という数字は 6×10 の0乗に 1×10 の1乗を加算し 3×10 の2乗を加算したもの。この奇数法がもたらした重要な進歩それはマヤ文明が独自に獲得した0の発見だ。 古いどり奇数法にはこの記号がなかったため代わりに空白を用いていたそのため63と603や12と120が見分けにくかったのだ0を値であると同時に空白の代わりとしても理解することで確実で一貫性のある奇数が可能になった。もちろんどんな10個の記号を使っても0から9までを表すことはできる長い間記号は地域により異なっていた ほとんどの学者は現在用いられている数字はアラブ帝国であった北アフリカのマグレブ地域で発展したものだとしている。インド・アラビア数字として知られているものは15世紀までに日常生活でローマ数字にとって変わり世界で最も一般的に用いられる奇数法となった。では数ある奇数法の中でもインド・アラビア数字が実信法なのはなぜか一般的な答えはとてもシンプルだ。 アステカ文明で二次進法が用いられた理由とも共通しているしかし他の数を定とすることも可能だバビロニア数字では60を底とした6次進法が用いられていた多くの人々は12を底とした12進法が使いやすいと思うだろう12もまた60と同じようにさまざまな因数すなわち2や346で割ることができるので分数で表すにはずっと適している 実はどちらも日常生活で使われている角度や時間の表現やダースやグロスなどの寛容的な単位にも見られるそしてもちろん2進法は全てのデジタル機器で用いられプログラマーはよりコンパクトな奇数法に8進法や16進法も用いている今度大きな数字を表す時にはほんの少しの数字に込められた数の値の大きさを考えてみてほしい。 他にも表し方があるかどうか考えてみるのも楽しいかもしれないわね。名数法についてのお話です。メートル法の起源は一体どこにあるのでしょうか。その魅惑的な歴史についてこの動画で学びましょう。さらにチャンネル登録して毎週新たな学びと出会いましょう。